今回は朝倉よ、計略打たなくても強い説。計略打たなくても牙の武力中気合を壁にして後ろから鉄砲を撃つことで雷雲への要因になるので帰るとカードなのではと感じた話。サンコス牙で武力中気合は唯一の存在。闇兵と違って高い機動力で帰ってこれるからこそ強気に取る性能、そのスペックの強さが際立った試合をピックアップしたよ。ただで死ぬと思うたか。流派発動、一の型撃て。死ぬ前に退散だ。そこだ、撃て。こいつの頭に もう心残りはない。流派発動、一の型打皆殺しだ。一人もここから逃すな。気をつけ。調整が何か。戦に勝ちたくばこの直虎に続け。圧倒的、圧倒的、圧倒的よ。二の型打つ。俺が行く道は俺が決めるんだ。そこだ、消えろ。戦機開死ぬ前に退散だ。消えろ。ただで死ぬと思うたか。まったくどいつもこいつも頭にくる。やめろ。撃て。こんな感じで、タブとしての性能が優秀な回やったよ。ご視聴ありがとうございました。